それじゃあパトと指揮棟屋の試合を始めるわね。今日学校休みでよかった。結果たちは残念だったわね。お父さんの本気の勝負を見るなんて久しぶりだわ。あなたはずる休みでしょ。えへへ。どうしたの、メリアちゃん。ちょっと。だいぶ怒ってるわね。この戦いが終わったらちゃんと謝らせないと。さて、お前がどこまで強いか知らんが簡単にやられるなよ。ああ、努力する。どう考えても新作よ。さて、始めようか。メリア、今回は俺も動くから、結界を張ってレイカと結界を守っておいてくれ。目を使わないんですか？たまにはな。わかりました、レイカさん、私のそばへ。わかったわ。こちらは問題なしです、ご主人。ありがとう。さあ、先手はくれてやる。最初の一撃で俺に実力を見せてみろ。それじゃあ早速。ウィルクルテルス。ラブガルド。危機解放。危機プレイオールと遊撃。ここまで一撃で破壊した。危機は2点と。ここの効果も使わないぞ。ちょっと、せっかくやる気出したんだからもうちょっと頑張ってよ。せっかくウィンクルテルスまで出したのに。これ、メリアですら知らない俺の宝剣の一つなんだぜ。ああ、結局初手で終了か。すまんね。ゲームセットだ、レイカ。やっぱり初手でやられちゃったか。無理はないわよ。あれじゃ手も足も出ないよ。最初なんでお父さんが飛ばされたのかもわからないのに。初めて見た。あの砲弾は見たことある。最初の吹き飛ばしも。だけどあの宝剣とその技。ラブガルド。あれは私でも止められるかわからない。やっぱり、ご主人の底が全くわからない。相変わらずすごいよね。結果もあれができるようになってほしいんだがな。ほら、早く起きて、傷は治ってるでしょ。すごいわね、お父さん相手に庭を汚さずに終わらせるなんて。初手でお父さんを上に飛ばして、そこから何もさせないように連続で打ち込む、しかもと遊撃をたったの一撃で砕くなんて。私の時もそうだけど、本当に次元が違うって実感するわね。うん。まさかここまでとは。当たり前だよ、私とお母さんは絶対初手で負けるって分かってたよ。私も月下も初手で負けてるしね。なるほど、まさか本当だったとはな。つまりか、次はどこの誰なんだ。そうだな、まだ詳しい紹介はしていなかったな。俺は、という理由でここに住まわせてもらっている。つまり、あなたは娘さんの命の恩人であり、みんなの成長を手助けしたりした人相手に出て行けって言ったんですよ。しかも世界でナンバー2の存在であるご主人相手にですよ。神の頂点にアンナ・グレイ、どうしたものかしら。すいませんでしたー。かなりさっきの言葉でメモってるな、メリア。なんで言ってくれなかったんだ、母さん。サプライズ。頼むからサプライズする相手を選んでくれー。でも言ったでしょ、すごい人が来てるって。すごいで済ませれる相手じゃないだろ。さすがお父さん、相手が誰であろうと立ち向かう勇気、尊敬するね。真似はしたくないけど。まあ、メリアそれくらいで許してやれ。それに俺が勝ったから約束は守ってもらうぞ。滅相もない。好きなだけいてください、こんな家でよければ。よかったよかった、誤解が解けて何よりだ。あと、今日明日はメリアに話しかけない方がいい。かなり怒ってるから俺がいないと多分消されるぞ。わかりました。まあ、俺も今日明日はメリアを俺のそばに置くようにしておくよ。まさか、帰って早々命の時を迎えるとは。それじゃあご飯でも食べようか。そうね、そういえばまだ作ってなかったわ。それじゃあみんな、手を洗って待ってて。さて、俺たちも中に入ろうぜ。そうね、ここは暑いわ。東野さん、私の稽古に参加してみる気はない。すまない、私は遠慮しておく。残念、耐久値を上げるために私がいっぱい攻撃してあげるのに。メリア、それはさすがに死ぬ。早速命の時が。見つけたぞ。見つけたぞ、ターゲット。結果、離せ、クソが。うわぁ。この娘を返してほしくば俺のところに来い。逃がすとでも。やめておけ、さすがの俺でもお前が攻撃してくる前にこの娘を殺すことは容易だ。舐められたものだ。逃げられたか。メリア、塔屋を直してから俺の後を追え。なんでこのタイミングであいつが。
それより、傷を治すから早くご主人を追いかけますよ。月下ちゃんが危ない。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。